スカドクサスプニセウスノズドレホンダーットウセレザナ、アメリカニシャグシュス、ヨハネスソルンはドイツの薬学者、植物学者、植物画家である。ケンプテンに生まれた。薬学を学び、ケンプテンで薬局を開いた。薬草の収集のためにヨーロッパ各地を訪れ。 1779年から1790年の間に600以上の薬草についての図と記述を含む6巻の薬草図を出版した。1796年末、オランダでアフビエルディン軍でアージーニー、ゲワッセンメットデルバーナダーデュッシュ、イエーヌ・ラティンシュ、ベシュリビン軍を出版した。オランダ語の解説はマールテン・ホッタインの動物、植物、 鉱物の自然史によるもので、600の手彩色版画の図版が付けられた。新大陸の植物に強い興味を持ち、250の彩色図版を付けた300のアメリカの草木を執筆した。多くは、ニコラウス・フォン・ジャカンのセレクテラム・スターピアム、アメリカネラム・イストリアに基づく。ジャカンの著書は、シェーン・ブルンの庭園に集められたカリブの植物を美しい図版が付けられていたが、 非常に高価なものであった。ソルンの著書は廉価で手彩式の図版は若干のものより小さいものであった。豆科の砂島メ族に懸命されている。ゾーンは植物の学名で命名者を示す場合にヨハネスソルンを示すのに使われる。ありがとうございます。